何がしたいの？眠たくなるな。なんか養分と電話してなんか落ち着いちゃったね。うん、なんか落ち着くね。うん、あの感じが。なんで養分の枠に？いや俺に養分養分言って嫉妬させたいとかなんかあるんじゃない？うん、そうでしょリリーちゃん。私も今日うどん食べた。まあそうなの、うん、いやーどうしよう。向こう行ってやっぱ携帯配信でやろうかな、うん、もうめんどくさいな料理するの。片付けもあるしね、うん、どうしよう。めんどいよね。うん。守りになるんじゃない。せめてこう。それか外食行くチャリンコで。でもやってるかこの時間。お腹すいたわ。腹減った。で今3連休なんだ。今日って何曜日？うん、上野まで。なんか俺もキャス主みたいに電車で今日はどこどこ行ってどこどこ行ってとかやってみようかな一人で。外配信のね、上野行ったり秋葉行ったりね、渋谷行ったり、あの新宿ばっかりじゃなくて、うん、まったりその辺ちょっとやろうかな。う、外配信はね。でちょっと飯食ったりさ、う、原宿でクレープとかね、のほほんとやればいいんじゃないの。のほほんとまったりね。あ、ナイスアリアンス。なんかあったら新宿だもんな。需要ないだろう。いや別に家脱してて別に変わんないんだね、うん、家で喋ってるかブラブラしてね喋ってるかじゃない、うん、食べ歩きみたい。でもちょっと痩せたいんだよね、うん、痩せたい。で結局ラーメンとかガツガツやっちゃうでしょ。太るんだよ、うん。つか野田さんって電車でもいつも配信してるよね。やっぱ大手さん許されるのかな。確かダメだったと思うけどねツイキャス、うん、もう一人配信の時代は終わったこと気づかないと。じゃあ毎日コラボするのね。毎日コラボ、うん、あ、収益切れば。そうなんだ、へえ。パルパルってゼロ番がいないと楽しくなさそうに顔に出てるだろうね。うん、俺がいないとね全然はしゃいでないでしょ。うん、でてる人にも気使って飲んでんじゃない。うん、じ
それは光といるより俺といた方が面白いでしょ。うん、あ、線切っちゃった、ヨブに電話するか。ヨブに電話する。うん、やっぱ一人配信はやっぱ電話相手が欲しいよね。うん、あ、ぶーちゃんありがとうございます。ちょっとイベント相手も飛ばなくなっちゃった、うん、ちょっと誰か投げてください、余裕ある人。別の人と議論？うん、駒井くんかな？駒井くん配信してるでしょ。うん、駒井くん、政治とつな、なんで絡まない絡まないって絡むんだろうなと思う。まあ、閲覧のためだろうね。うん、あ、お疲れっす。あ、お疲れ様です。ふわっち配信中。うん、調子どう？普通。ゼロワンは？いや、俺もまあ普通だけど。で、元嫁とどうなのかなって、はい、あの、気にならないんだけど聞いてみようかなって。あ、気にならないんだけど聞いてみる、うん、どう思ってるのかなってね、うん、あ、そういうこと、うん、まず付き合ってるの、二人は。いや、今付き合ってないね。あ、付き合ってないんだ、うん、で、エッチは何回したのよ。なんでそれ言う必要があるの。いやいや、言う必要はないけど、答えれるなら答えてよ。言う必要はないよ、別に。言いたくないこと言わなくてもいいよ。うん。じゃあ、言わない。言わないか。うん。でも、したってこと？え、言わない。言わない？うん。で、今後付き合う可能性はあるの？今、くるみでしょ？くるみって呼んでるんだ。だって、くるみだって、ねえ、何？面白いし。面白い？くるみ？うん、いじると面白いじゃん。あ、そう。で、今後も絡んでくの？いや、だってスリスリしてくるもん、すごい体を。スリスリしてくるの？どうやって？いや、もうずっと触ってくる。触っ、配信外、配信、配信外でも永遠に触ってくる。どこを触られるのよ。え、もういろんなところ、いろんなところ、うん、へえ。いや、いろんなとこ触ってくるから。嘘。え、本当に触ってくるの。次会う予定もあるの？いや、今度部屋の掃除来てもらおうかな。またやるの、それ掃除。いや、また汚くなっちゃったからね。それやめたら、あの、ナイス稼ぎだよ。だから別にいいんじゃん。え？ナイス稼ぎ。本人が、ね、うん、体を張って、うん、別にナイス稼ぎ。それとお金じゃん。あの、お金を稼ぐためには、つまいマジで、ね、自分で掃除できなくなるぞ。うん、元から掃除できないから大丈夫。いや、できるようになった方がいいよ。俺もしてるしね。うん。じゃあ、くるみが近くにいるうちはしてもらうわ。いや、くるみともう絡まない方がいいよ。うん。とんでもないことに巻き込まれるよ。
それは言っとくよ。でそうなった時に、あ、ゼロワンが言ってたってなるんですよ。うん、忠告しとくよ。とんでもないトラブルに巻き込まれるよ。俺はわかるもん。え、そのトラブルってどういうことなの？じゃあ、うん、あの男絡みだね。うん、じゃ結局そうじゃん。え、そんないけないじゃん。で他に男が出てくるよ。自分がだらしないからそういうことになったんでしょ。何の話してんの？自分だらしないからそういうこと言ってくるんでしょ。俺がだらしない？うん、何がだらしないの？全てがだらしない。お前も口元だらしないじゃん、ロバみたいに。いやで、お前歯入れてなんか前歯だけ浮いてるじゃん、なんかおかしいよ、お前。自分も同じこと言えない。だらしないよ、お前。自分もロバ顔じゃねえか、ロバ顔。お前も差し歯だけなんか白くてだらしないよ、お前、口元。いや、自分もロバ顔じゃねえか。いや、お前もロバ顔じゃん。だらしないよ。いや、あんたもロバ顔じゃん。だらしないよ。お前わかる？お前さ、俺に似てるから好きってされてるんだよ。それ、分かってた？うん、お前のこと好きな理由ってくるみが ね、俺に似てるからなんだよ。くるみが、うん、やばやばいって。そうなんだよ、それ認めた方がいいよ。本当にそうだったら、本当にそうだったら、うん、話変わるよ。で話変わるってそうだよ。で俺はもう拒絶してるから話変わるよ、うん、俺は拒絶してるから、俺に似てる、一番似てる狛江なんだよ。だから今でもくるみは俺を求めてるんだよ。わかる？それは話変わるよ。うん、話変わるでしょ。だから妥協してるんだよ。本当は俺行きたいんだよ。うん、で狛江くんに妥協して、あの昔の思い出を照らし合わせてね、イチャイチャしてるんだよ。え、でもなんかその配信外でこれガチなこと聞いたの。うん、ちょっとあの、え、お前さ、あの閲覧1万の時に本当にネタでも何でもいいから0万とかに行けばよかったじゃんみたいな。うん、だからその時にマジ飛んで、え、マジで0万はキモいし無理って言ってたよ。うん、それは狛江くんの前だからでしょ。あ、俺の前だから。うん、そうそうそう、狛江くんの前で、いや、本当はゼロワンがいいんだけどとは言えないじゃん。あ、そういうことね。そうだよ。そういう。だから、まあ、別にいいんだよ。踊らされてるからね。火薬も水には戻らされて、俺は狛江はそこまでバカじゃないと思ってるけどね。踊らされてるうちにどんどん好きになって、ね、くるみくるみってなるから気をつけた方がいいよってこと。うん、で、昨日もよっさんに嫉妬したんでしょ。全くしてない、うん、でそれ自分でしょ、うん、したんでしょ、予算に、ね、予算にベタベタしちゃって、嫉妬したんでしょ、ほら向きになってる、ほら向きになった、嫉妬してる、もうやられてるじゃん、自分じゃ、ほら自分やんけ、もうくるみにやられちゃってるじゃん。いや自分ね、俺は全くないよ。いや、あるからそんなこと、うん、じゃあ今後も関わるんだったら俺もね、狛江くんとの付き合い方考える。いや、付き合い方も考える、会ったこと5秒くらいしかないじゃん、うん、じゃあ、会うんだね、これから。うん、だから会うならもう付き合って大事にしてあげてよ。なんでそれをね、あの捨てた男がそれをいちいち、それは元嫁だから、元嫁だから、え、関係で元じゃん、うん、はっきりして、モテ遊ぶのやめてあげて。そうやってさ、いい男ぶらないで。いや、そうじゃん。いや、うん、そうじゃん。自分だって今はそうじゃん。違う。やり捨てとかはほんとやめてあげて。うん。もうやるなら付き合って。次やるんだったら。え、じゃあ、あなたが今までおっぱこしてきた人全員付き合ってきたの、うん、俺はもうこれからは、今そうやって狛江くんに行っちゃってるから、俺も次やる女は絶対付き合う。それは男同士の約束する。いや、それはやばくない、うん、俺はこれからやる女付き合うよ。言ってることがすごい良すぎない？狛江も次やるんだったら、付き合う覚悟がないんだったら手出さないで。
で、なんでそれをあなたに言わないといけないの、うん、いや、あの一般的な、それ男としての話だから。そうでしょ。うん、え、そ、じゃあ、あの、やるイコール付き合いになるんだ。それはそうだよ。いや、違うよ、それは。いや、女性はやっぱり体を捧げるっていうのは相当な覚悟があるから付き合わなきゃいけない。それはダメ、うん、だって来るはもう付き合いたいんだよ。じゃあ、まゆちゃんは何だったの？え？まゆちゃんは、まゆは何？何だったの、あなたにとって？彼女だったよ。違うじゃん、自分でなんかネタとか言ってたじゃん。初めはネタだったけど、ちゃんと好きだったよ。でも、初めはネタでもやってたんでしょ？やりまくってたよ。でしょ、うん、一言言えないじゃん、うん、で、今俺変わったから。今変わったの？だから、狛江も俺と同じ道を通ってほしくないんだ。うん。で、ストロングちゃんとコラボしていい？で、無理。マジ手出したら本当にぶっ飛ばすの。ストロングちゃん、マジ手出したらマジぶっ飛ばす。なんで？なんで？お前やり捨てしてるよな、ストロングゼロちゃん。いや、ぶっ飛ばすよ、マジ。ストロングにガチ手出したらマジぶっ飛ばす。ぶっ飛ばすってやるかじゃ、てめえ。連絡来てるんだよ、コラボしたいって。向こうから来てるんだぞ。はぁ、なぜだろ。はぁ、向こうから連絡来てるんだよ、ストロングゼロちゃんから。コラボしたいって。いや、お前みたいなね、ゼロワンみたいなやつと絶対ないって。それはない。ない。え、絶対ない。え、絶対ない。おかしいね。遡ること、2021年9月6日。そんなグスマユよりうちと付き合いませんか。で、日曜日、最近ね、こんにちは、狛江とくるちゃんの件。